浪監督、栗を打てない打線に、狙ってない球が来たら空振りすればいい。当てに行ってフェアに入るのが目立つ。試合後、立浪監督は天敵キュウリについて今日はそんなにいい感じじゃなかったけど、ああいう点差になれば、投手も勝たないといけないという、逆にそういう考えも働くし、いいような感じはなかったと、涌井が初回に5失点したことが大きく響いたと振り返った。これでキュウリには3勝を献上。対策が急務だ。右はシュートを意識させられる。左は引っ掛けさせられたボンダが多いと傾向を口にした同監督は全般的に打てる、打てないはあるが、追い込まれていないのに、当てに行ってフェアに入るのが目立つ。追い込まれる前なら、狙っていない球を打ちに行くこともあるが、空振りすればいいと、ストライクカウントを頭の中で整理し、追い込まれる前は当てに行く打撃を回避するように言及。まっすぐを待って、変化球を打つのも触れるようになっていかないと、相手も怖さがない形になる。チーム全体の課題と話した。イライラしてるな。やはり天才か。いよいよ多重人格説が真実味を帯びてきたな。空振りしたら何倍も起こるからじゃん。フライ打つくらいならゴロ打てとか言ってなかった？それは別の立浪が勝手に言ってるだけ。そういうのってキャンプで方針決めるもんちゃうん。今そういう話なんや。典型的な俺はできたのになんでお前らできないの？ってやつか、相手投手のデータとかの情報とも言い合ってなさそう。ゴロ打て。ってのはレベルスイングでグラウンダーの強い打球を意識しろってことで、追い込まれてもないのに当てに行けってことではないで。コーチになると自分の理想形を押し付けるタイプに見える。選手に合ってるかとか気にせず自分の成功体験や理想だけで指導するやつ。基本的に追い込まれてるからな。若いカウントでファール打っちゃうし。この前の立浪ケースバッティングしろ進塁打打てないと点なんて取れない。記者こいつゴロ打てって言ってるんごう。今回の立浪考えて打席に立て。記者今度は空振りしろって言ってるんごう。さすがにかわいそう。どうすればええねん。それは立浪だからできたことなんだよ。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。